じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数関数2性質編をお送りします。で、これでね、指数関数2本目です。で、今回は、前回がグラフをやったんで、今回不等号を使った大小関係のね、問題をやっていきます。で、今回は4問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ちょっと喉の調子おかしいんですが、今からね、問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと咳込んだらごめんね。で、今回はもう問題にあるように3つあるので、それを不等号、つまり一番ちっちゃいやつ、次にちっちゃいやつ、一番でかいやつと、ふうに並べていきます。で、まず1番が2の0乗、2の -5 乗、2の3乗です。で、正直、このぐらいだったら全部計算して比べてもいいです。例えば、ちょっとそれ一回やってみようか。ちょっとこっちにしていい？主はこっちに書きたいんで。2の0乗、0乗1でしょ。2で、2のマイナス5乗っていうのは、2の5乗分の1ね。マイナスだから。2の5乗分の1。で、2の5乗が32だから、32分の1。で、2の3乗は8だよね。でも、こう比べても、一番ちっちゃいでしょ。次にちっちゃい、一番でかいってわかるから、あ、それで OK。でもいいんです、正直。いいんだけど、まあ、一応答え先書いちゃうか。だから、こう、こう、こうだよね。なので、2のマイナス5乗、次が2の0乗、2の3乗。もしテストの時とかにやり方を忘れてしまったらね、全部計算しても構わないんですけど、めんどくさいと。そんなことしなくても OK。で、ポイントなのは、前回ね、その指数関数が初めて出てきて、y イコール、まあ、a の x 乗か。ってやったじゃんか。で、その A の部分、つまり今回で言うところの2だよね。で、それを T って言うよって話をしたでしょ。で、今回 T が2なんだけど、やっぱり前回と同じで T が1よりでかいか、それとも0から1なのかっていう、そこがすごく大事になります。で、今回は2でしょ。ってことは T が1よりでかいんだよね。で、思い出してほしいのが、t が1よりでかい時のグラフっていうのはどんどん上がってきます。こうやって x が増えれば増えるほど上がっていく。つまり、ここの右肩に乗ってるこの数字がでかくなればなるほど数字は上がっていくの、右に。ってことは t が2じゃん。ってことは、ここの数字0と -5 と3、そこの大小関係だけ見ればいいんだよって。つまり、一番ちっちゃいのはマイナス5でしょ。次が0、次が3。だからその答えになるの。そのまま連動するっていうふうに覚えてください。そのためにグラフを入れてほしかった。頭にちゃんと。t が1より大きいから右に上がっていくと。つまり、肩の数字が大きくなれば、そのね、元々の数字も全部大きくなるんだよねっていう。っていうタイプの問題。で、それが分かっちゃえば、あとも全部楽です。この先。次は、t が3分の1ね。で、t が3分の1なので、一応書いておこうか。t は今回0から1の間に入ります。だからグラフが下がっていく方、こうやって。x、ね、右肩の数字が増えれば増えるほど下がっていってしまうと。だから、今回ね、意図的にちょっと0、マイナス5、3同じにしてあるんですけど、今回は数字が大きくなればなるほど下がっちゃう。つまり、一番でかいのは3乗でしょ。それが一番小さくなります。で、次が0乗で、最後がマイナス5乗とね、こういうふうに解いてください。で、今まで一人だけこの3分の1をね、わざわざ手を3に直して解く先生を見たことがあるんですけど、3分の1が3のマイナス1乗なので、そうやって考えてやる人もいるんだけど、もうめんどくさいから、自分の中では。だから、t がこっちのグループなのか、それともこっちのグループなのか、そこで答え方が変わるよっていうのだけ覚えてもらえれば大丈夫です。で、問題がこっちね。やっぱり、t が揃ってねえっていう最初から。で、これに関しては揃えに行きます。
で、基本的にこのね、4条根8とか、このままだと勝負ができないので、全部この、なんとか状の形に直してください。で、例えば、ここでいくと、一応書き直そうか。まあ、4条根残しておいて、8、これは2の3乗だね。だからこうなる。で、ここが2を使ってるから、もう全部2で揃えたい。ね、揃いに行くと。で、じゃあ32。6条根。32は2の5乗です。で、2の5乗。で、次。9条根。で、128なんですけど、これ、32が5乗でしょ。で、2をかけたら64。もう一回2をかけたら128になるんで、これ7乗になります。で、そんなん気づかないよってね、思う方もいるかもしれないんですけど、スタートが2でやってるので、じゃあ2の何乗にならないかなって考えてください。基本的になるから、このタイプ全部揃うから。で、これを書き直すと、4乗根、2の3乗、4と3、こうなるからね。外が下に来るから、これは2の4分の3乗、これは2の6分の5乗。で、ラスト、2の9分の7乗になります。で、あとは、肩の数字、全部ね、分母違うんで、通分します。これだったら36がいいかな。で、36に通分すると、下にちょっと違こうか。36でやると、9327。36だと、6を30。で、36やと、28か。で、ポイントなのが、定は2です。つまり、1より大きいグループなんで、肩の数字がでかいのが一番大きくなる、そのまま。なので、順番としては一番ちっちゃい、次、これと。いいね。トントントンという順番になるので、答え。で、答え書くとき絶対元ので書くんだよ。途中の計算で書いちゃダメだからね。だから、一番ちっちゃいんが、4乗根8。で、次がこれか。9乗根128。ラスト。6乗根。ちょっとね、狭くなってもごめんね。32と。ね、これで OK になります。こんな感じでやってみてください。でもってラスト。で、これも同じです。基本的にね。で、もう3分の1ってなってるので、まあ、3分の1も直せないから、これこのままいきましょう。で、一応、こっちだけ直しとこうか、先にね。で、これこのままにしといて、9分の1が、3乗根、ちょっとカッコつけるよ。3分の1の2乗。これほんとおかしいな。ね、3分の1の2乗。9分の1はね。で、4乗根27分の1は3分の1の3乗になります。つまりこれも下書いたら答えいけっかな。どうしようかな。これちょっとこっちに書いていい順番で、まずこれなんだけど、普通のルート、前も言ったけど、普通のルートってのは2分の1乗ね。外に2が隠れてるから、だから一番左が3分の1の2分の1乗です。で、これは3と2って書いてあるから3分の1の3分の2乗。はい、入らなかった。失敗した。ちょっと肩の数字だけ書くんで、ね、ごめんね、ちょっと入んなかったわ。だから肩の数字がここは2分の1で、次が3分の2で、ここが4分の3です。これでギリかな。あ、ギリじゃなかったけど。で、あとは肩の数字一回通分します。で、通分すると、これは12でいけるか。12分の6、12分の8、12分の9です。で、忘れちゃいけないのが定の数字。今回は3分の1です、全部。3分の1の何乗となってるから、これと同じ。0から1グループ。つまり、肩の数字がでかくなればなるほどちっちゃくなります。つまり、今回一番ちっちゃいのは一番右のこれ。で、次がこれ。次がこれ。となるので、答えの順番を書くと、4乗根27分の1。そして次が、3乗根9分の1。で、ラスト一番大きいのが、ルート3分の1と。ね、こんな感じでやってみてください。なので、ポイントとしては、定がどっちグループなのかっていうところ、そこが一番ミソになります。では、
今回は高校数学数2の指数関数丸2性質編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このシリーズまだ続いて、次丸3、これがね、方程式編です。方程式解いていきます、指数関数使ったね。なので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。